3人のうち誰が最初にこんな悲しい状況に直面するのかしらと
考えてはいたけれど、恐ろしい、とうとう来てしまった。一体何よその哀れんだ顔。私が飲んだっていうのよ。あ、ダメだわ、やっぱり本当に覚えてないんだ。だから何よ。今日2時から何か大事な予定がありました。さて何でしたでしょうか。よく思い出しましょう。とっても大事な、もちろんカオルさんにとってですよ。ヒント1、カオルさんの大好きなハンサムな俳優タナちゃん。まだ来ないのね。じゃあ次のヒント、場所は池袋。はあ、まさか忘れてた。あ、失念されていたようですね。タマちゃんの芝居のチケット取ってましたよね。ちゃんとチケット渡してますよね。それもカオルさんがどうしても見たいから、ネットでチケット取ってほしい、一緒に見に行こうって誘ったんですよね。ギリギリ残り数枚だった座席が取れて大喜びしましたよね。今朝私が出かけるときに確認しましたよね。今日2時に直接劇場で会いましょうって約束しましたよね。私今日中に仕上げなくてならない仕事を抱えていて、正直言ってドタキャンしたかったのは私の方ですよ。でもカオルさんと約束してるからって無理して時間作ったんです。遅れてくるのかもしれないって待ってたけど、横の座席が最後に空いたままで、後半あたりはまず心配になって芝居に集中できなかったわ。終わって何度電話しても出ないから本気で死んでるかと思ったわ。あら、やだ、なんでなんで、私どうしたのかしら。ねえ、私なんてバカなんだろう。そういう思い出した、今朝確認したのよね。昨日までずっと覚えていて楽しみに待っていた芝居だったのに。ああ、私どうしよう。嘘、これって認知症、すなわち雑バラの言い方するとボケっていうやつ。ああ、私どうしたんだろう。いやだ、このままこんなこと繰り返してボケ老人になっていくのかしら。まあ、認知症っていうことじゃないと思うわ。多分そういうことってたまにあることですよ。たまにあるかしら。ええ、私だってあります。例えばほら、ここでお茶を飲んでいました。そうだ、いただき物のお菓子があったはずだわ。あのお菓子を食べようと明確な目的を持ってキッチンに向かったはずなのに、あれ、何しに来たんだっけって分からなくなって、ここに戻ってみてもお菓子を食べたいという要求すら忘れてしまっている。道でばったり人に会ってもとっても親しくしていた人という認識はあるんだけど、どうしても名前が思い出せない。この間はありがとうなんて言われて、何のことなのか分からんて、いえ、どういたしましてなんて余裕で答えながら、誰だったっけ、ほら、なんだっけ、頭の中は洗濯機みたいに回転してんだけど最後まで名前が思い出せないと、こんなこともたびたびあるわ。それもプライベートな関係だったらいいんだけど、仕事の場合だと笑っていられないですもんね。大事なようで電話をかけたはずなのに、電話が出た途端取り継いでもらう担当者の名前がすっ飛んで真っ白になって、仕方ないから間違い電話のふりして電話切ったこともあるわ。あら、ひどいわね月子さん。あなたもしかしてそれって認知症始まってるかもよ。大丈夫？50代で認知症だと若年の分野に入るのかしら。なんか対策考えないと危ないよね。いや、今話題にしてたのカオルさんのことですよね。人の心配する前に今は自分のことでしょ。ああ、そうだったね。一言じゃなかった。今日の失態はちょっとひどいわね。私自信なくしちゃうな。自分で自分が信じられない。ああ、そんなに落ち込まなくても、ルーコさんなんか見て、メガネがない、メガネがないって大騒ぎして、みんなで探し回って、冷蔵庫の中で見つけて、大笑いしたことあったじゃないですか。そういうミスで、年を取れば、多かれ少なかれになるわ。3人で暮らしているんだから。
そういうところをフォローしながらやっていけばなるわ。あの人のは店じゃなくてそろそろ来てると思うわ。この頃なんだか変だし、ずっと専業主婦だったのにいつの間にか女優になってたのよ。まあ、女優になりたかったっていう若い頃の夢と現実が交錯してるっていうか、まあ妄想ね。そうなんですか。風子さんの夢が女優だったなんて初めて知りました。昔女優だったって宅急便のお兄ちゃんに聞かれもしないのに嬉しそうに話してるの聞いちゃったの。私ね、これでも昔女優だったの。演技派のね。なんて本当気味悪いんだから。まあ、演技派っていうところが謙虚といえば謙虚ね。まあ、美貌で勝負できないって一応自分で認識してるみたいね。そういう悪態ついてるうちは大丈夫ですね。カオルさん、フーコさんって本当仲いいんだか悪いんだか。二人は学生の時からのお友達でしょ。考えると40年以上もの長いお付き合いってことですよね。あなたと出会ったのはいつだっけ。学生の時だったかしら。しっかりしてくださいよ。最初に会ったのは確か20年ほど前。私がカオルさんの会社の工場の取材に行った時、広報にいたカオルさんが案内してくれたじゃないですか。その後何日かしてばったり中華料理店で。そうだった、そうそう、あなた大きな円卓に一人で座って餃子でビール飲んでた。で、まあ私も一人でその円卓に相席お願いしますって案内されて、あらーって。大きな円卓に一人で座って晩ご飯食べてるつって寂しいですよね。まるで最初から約束してたみたいに並んで座って身の上話なんかで盛り上がって、確か紹興酒日本語の二人だけだわね。あれから長い月日が経ちましたね。あ、大変、あれからの月なんて思い出しててる場合じゃないわ。急いで原稿あげなくちゃ。月子、慌てて2階に向かう。お仕事頑張って。ところで芝居面白かった？たまちゃんかっこよかった？ひどい芝居だった。カオルさん忘れててラッキーだったかも。なんだよかった。カオル、再びソファーに座って本を手に取る。そうか、謎は解けた。あれが伏線だったんだ。そこにフーコが旅行用の大きなスーツケースを押しながら玄関から登場。ただいま。高速道路が飛んでてもうすごく時間かかっちゃった。おかえり。ああ、やっぱり我が家はいいわね。旅って家に戻ってきた時のホッとする感じ、これがいいのかもね。どうだった？パリは。よかったわよ。なんていうかパリって何もかもおしゃれなのよね。下町の小さなホテルに泊まったんだけど、部屋もガランとしててもうシンプルなんだけど雰囲気がとってもいいの。例えば粗末なベッドのはずなんだけど、ベッドのところに細かい細工がしてあったり、壁紙のほら模様がヨーロピアンカラーっていうの、すごく素敵な色調なのよ。朝食なんてカフェオレとクロワッサンだけしか用意されてないんだけど、その質素さがまたいいんだわ。昔のヌーベルバーグの映画の中に出てきそうな感じ。一応三つ星ホテルで予約したんだけど、あれだけならないわね。でも帰ってよかったわ。建物の窓辺にはどの窓にも鉢植えの花が並んでて、石畳の路地に立ってぐるっと見渡すとトリュフォーの映画の主人公になったみたいだったわ。ほら覚えてる？隣の女って映画素敵だったわよね。あのエッチな妄想と思い込み満載のめんどくさい映画ね。あなた世界のトリュフォーに失礼ね。あなたにはあの苦しく切ない愛の形がわからないのよね。はい、わかります。それでね、坂道には小型のフランス車がきれいに縦列駐車してて、それだけでもなんか風景が素敵なのよね。またそこに戻るの？
それとね、美術館の前でホームレスのおばあさんが物乞いをしてたんだけど、それすら映画のワンシーンみたいで素敵に見えるの。ホームレスのおばあさんが素敵に見える。なるほどね。まあそれって表面だけ見て本質から目をそらせって言うってことじゃないの。本質なんて面倒なことは考えない。ねえ、今度一緒に行こう。二人で行けばきっと楽しいわよ。珍道中になるわよ。別に外国なんて行きたくないわ。それにあなたと二人で旅行したらいつも最後は喧嘩になってたかな。そのくせ懲りもしないで若い頃何度も旅行したわね。そうだ、オペラ座も行ってきたわよ。パリに行ったらオペラ座は外せないわ。ほんと素晴らしかったわ。で、オペラは何見たの？ああ、オペラ見てないわ。ああ、外から劇場の建物見ただけ。だってフランスでオペラ見たって字幕スーパーないんだもん。内容わからないし、そういうものは日本で見るのが一番よ。パリに行ったらオペラ座は外せない。ははね。カオル、本から目を離さないのだ。フーコ、カオルの読んでいる本を見る。ほら、シャーロック・ホームズの事件簿。中学生のミステリーね。中学生のミステリーはないでしょ。軽く見ちゃダメよ。こういう基本的なミステリーを読み込むのが面白いのよ。こういうの、上質のミステリーっていうのよ。おととしまでは、数読パズル手放さなかったのに。どうしたの？あなたそんなにミステリー好きだったっけ？年齢とともに趣味は変わるのよ。クーコ、旅行カバンから何やら額に入った絵のようなものを取り出している。3本のワインを取り出してテーブルに並べる。額の絵を満足げに並べると立ち上がって壁にかかっている絵と取り替える。新たにかけた丸がただ3つ並んでいるだけの抽象画とも言えない絵を近づいたり離れたりしながら眺めている。おじさん、見て、どう？斬新な絵でしょ。え、どうしたの？それって絵画ってジャンルに入るの？いやね、もちろんよ。パリで出会った若い画家の作品よ。パリのどこで出会ったの？セーヌ川のポンヌフの橋のたもとで絵を描いてる本人なの。絵のようだったわ。へえ、絵のような画家ってどんなビジュアル？映画ベニスミシスの美少年みたいだったのよ。あらまあ、素敵なこと。それで思わず絵を買ってしまったんだ。で、いくらで買ったの？2000ユーロ。2000ユーロ、まあ、1ユーロ130円くらいとして。26枚以上。カオル、立ち上がって壁に近づき絵をバシバシと見る。これが2000ユーロ。ああ、これってマジックで丸描いて並べてるだけじゃない？絵じゃないでしょ。騙されたのよ。バカな日本人だと思って完璧の作品を。あなた、そういう発想はどうかしら。芸術が理解できない人ってこれだもんね。ピカソの絵だってそういう見方しかできない人っているものね。子供の落書きだなんてね。ピカソね。カオル、呆れた様子でソファーに戻りワインを手に取って眺めている。こんな重いものわざわざフランスから買ってきたの？お土産よ。感謝してね。ボルドーワインの最高級品、ものすごく奮発したんだから。カベルネ・ソーヴィニオンから引き出される優雅でエレガントな香り。女性的とよく言われるけど、どうかしら。どういうのが女性的か、カオルさんと月子さんに分かるとは思えないけど。まあいいわね。ああ、大丈夫。そんなに高いヴィンテージもんじゃないから。ありがとう。まあ、女性的もいいけど、疲れてるでしょ。お風呂でも入って少しお休みになれば。あ、お風呂入れたらね、そのまま置いといて。あと私入るから。ねえ、スーさん、なんだかお疲れさん。お風呂の準備しておいたからどうぞって言わない？言わない。別に私のために旅に出てくれたわけじゃないのに。まあ、とにかく時差ボケもあるだろうし、夕
夕食までの時間しばらくお休みください。大丈夫、私ほら海外旅行なんて慣れてるから。ヨーロッパなんて私にとったらサンダル履くてすぐそこの渋谷か銀座にでも出るようなレベルだから。それに私昔から時差ボケしたことないの。そういう体質なのね。渋谷まで1時間半もかかるのにすぐそこ。ああどうしてそんなとこに見えはるかな。あなた東松山市民にいることにコンプレックスあるんじゃないの。それにね、時差ボケの認識はないかもしれないけど顔にはしっかり出てるわよ。風子、思わず顔に手をやる。主人公の
女性の適齢期が確か55、6歳だったわよ。その線でいくと私たちほんの少しだけ婚期が遅れてる年齢よね。こうしてる時のあの感覚、昨日も今日も毎日のように会ってるのに、別れた途端また苦しいほど会いたくなる。あなたは誰？夜の帳に身を隠し、私の名を呼ぶあなたは、もしや。カッコにやってても、オーブ見てこよう。カオル、キッチンに行き、テーブルに料理の皿を運ぶ。タイミングよく2階のドアが閉まる音がして、階段を降りてくる月子の足音が聞こえる。月子さん、お仕事終わったみたい。あの人は無駄がないわね。うわいい匂い。お腹すいた。ワインパーティーの始まりよ。3人テーブルに着く。香り、開けておいたワインをグラスに注ぐ。乾杯。ワインをビールみたいに一気飲みしちゃって。だから高いワインなんてもったいないわよ。スーパーの700円のワインとこのなんとかっていうワインの違いわからないから、私は。うん、私はわかりますよ。どうかしら。多分これ2000円以上はすると思うわ。そうでしょ、ゆこさん。いいのよ、もう値段なんか気にしないで、あなたたち庶民は庶民の飲み方で楽しめばいいのよ。さすが、ゆうこさん、太っ腹。じゃあ、庶民の飲み方でおかわりください。酸っぱすぎるなどと。うわっ、酸っぱ。あ、なにこれ。かわいそう、あなたこれ、ダメそう。何かと口を挟みながら、よく食べ、よく飲み続ける。月子、キッチンとリビングを行ったり来たり。タオル、ワインの瓶を逆さにしながら。あれ、いつの間にか3本とも空だわね。キッチンのシェアダーウイスキー入れてるわよ。じゃあ次はウイスキーにしようか。私用意してくれ。月子、キッチンに向かう。月子さん悪いわね、いつも月子さん働かせちゃって。気にしないね。ああ、いいか。月子さん3人の中で一番若いから。まあね、なんといってもまだ50代だもの。若いわよね。まあ世間一般的には若い女性の範疇には入らないけど、相対的にはここでは若いわね。そうよ、若いわよ。ねえ、突然思い出したんだけど、私たち寮にいた時隠れてウイスキー飲んで、寮母に見つかってお説教されたの覚えてる？覚えてないよ。消灯10時だったもんね。うん、ドアの窓に黒のケント縛って明かりが漏れないようにして、みんなで集まって声を潜めて、確かあの時コークハやったわよね。そうそう、コークウイスキーをね、コーラで割って、まあ割ってっていうより、ウイスキーからし、ウイスキーにコーラが出したって、まあコーラの味しかしなかったわよね。スキーはウイスキーの瓶とグラス、氷を運んでくる。すごい、ウイスキー、山崎だったわ。カオルさん、あれはね、気にしないね。瓶は山崎だけど、中身は核だから。わざわざ見て直さなくても。皆さん、偽りですか？コーク杯いただける？そんなもんありません。ここは40年前のスナックじゃありません。あの時の寮母、怖かったわよね。ここを当てなさい。ちゃんと分かってますよ。何が詰まってるのですか？何をしているのか全部わかってますよ。早くここを分けなさい。
出したって匂いなんて気がしないのに。あの子ほんとバカだよね、あたしたち。なんとか作ろうってドア開けたら、養母が寝落ちに立ってて、頭にカーラが巻かれていて、頭がこんなに大きくなってて、もうおかしくておかしくて、みんなで大笑いするもんだから、養母ますます怒っちゃって。二人ともそんな昔からお酒飲みの酔っ払いだったんですか。考えたらあの時の養母ちゃん、今の私たちより若いのよね。その寮母がね。なんで寮母にバレたと思う？さあ、今みたいに笑い転げていたからじゃないですか。年頃も年頃だし。いいや、もう静かにしてたわよ。あの寮母、わざわざ庭に出て窓から群れらっかりチェックしてたんだよ。私たちバカだから、廊下側の窓ばっかり気にして、バカあったの片側だけ。私も傷ついた心でしょうが。まあまあ、お二人とも
山本君は庭の芝生で孫とサッカーなんかしてて、私は木陰で優雅にミステリーに中読んでるの。風子さんの裏切りがなければ傷ついた心のままこの年まで独身という人生にはなってなかったかもしれない。まさか。変よそれ。大丈夫かしら。様子がおかしくない？つらつら考えてたのよね。私は若い頃からなぜか男性セキュリティになれないでいた。まあ、別に、まあ、容姿にコンプレックスがあったわけじゃないけど。ええ、もちろんそう思うわ。昔も今もとっても美しいわ。とっても美しいってのは課題評価ね。ええ、確かに。いえ、生徒の評価です。あの時、友に裏切られたということがトラウマになっていたのよ。今はっきりと見えてきた。あなた、そんな昔のことを持ち出すんだったら私だって言いたいことあるわよ。あら、なにの。あれは卒業のちょっと前だったわ。私たちもう寮を出てて2人とも一人暮らししてたわ。冬の寒い日だった。私の部屋で2人でお鍋しようってことになって、私のお鍋の材料買ってきて用意して、あなたはお酒を買ってくることになってたのよ。あの日あなたは来なかったのよ。ずっと待ってたのに。私、鍋の夢を見るたびにあの日の寂しさが蘇ってきて、この胸の中を冬の風が吹き荒れるのよ。そんなことあったかしら。第一、鍋すっぽかすのと友達が好きだって言ってる男を横取りするのとどっちが強いやつ思いかしら。時は過ぎて傷跡は消えないのよね。40年以上も前のことよ。今まで一度もそんな話したことなかったじゃない。仕方ないじゃん。なんで今なのよ。仕方ないじゃない。急に今蘇ってきたの。カオルさん、言わせてもらいますけど、あなただってすごくわがままなのよね。自分で気づいてないかもしれないけど、そのいつも不機嫌そうな顔して周りの空気全然読まないし、この家の部屋割り決めた時だって2階の一番日当たりのいい部屋あなたの部屋になったでしょ。ちょっと、あれは阿弥陀くじで決めたんでしょ。その阿弥陀くじ、なんか秘密があったんじゃないかしら。最初からあなたあの部屋がいいって言ってたもん。はぁ、あ、もういい加減やめてください。二人ともあんなに楽しそうに笑っていたのにどうしたんですか。なんで楽しい飲み会がこういうことになるわけ。二人とも、もう少し大人になってください。自分の主張ばっかり。だったら私だって言いたいことあります。このカーテン、何ですかこれ。同じ部屋で、しかも同じ窓に、この趣味の違うカーテン。こちらの水玉はカオルさんの好み。こちらのロココ調のカーテンは風子さんがどうしてもと譲らなかったもの。仕方なくこういう結果で落ち着かせたけど、これ変でしょ。この部屋カーテン閉めると本当居心地悪いですよね。じゃああなたはどっちが好みなのよ。私も私の好みじゃありません。この上私の好みを強行すればどうなると思います。この絵も、このソファー、みんなバラバラ。このバラバラが、まさに私たちのバラバラ、そのものみたいですよね。そうかしら。それぞれの要求を満足させるには、ある程度目をつぶる必要があるわよ。インテリアの不調和は目をつぶるとして、二人とも取り決めたこと、守ってないですよね。あら、何かしら。ゆこさん、冷蔵庫に貼ってあるカレンダー見に行ってください。なに、スケジュールの確認。フーコ、キッチンに消える。はい、どうぞ。先週の火曜日、そこに何かマーク見えますよね。あ、先週の火曜日は私のゴミ出しの日だったみたい。ごめんなさい。ほら、私フランス旅行の準備で忙しかったから、つい誰か代わりに出してくれたんだ。私が出しておきました。ゆうこさん、ゴミ出し忘れるの多いですよね。なんとか避けようとしていません？あ、そっか。本当にうっかりというか、この頃
忘れが多くなっちゃって。これで旅行中の分も含めて風子さんのゴミ出し来週から続きますからね。ちゃんとやってくださいね。お言葉ですけど、旅行中のゴミ出しまでローテーションで組まれるって変じゃない？留守の間私ゴミ生み出してないのよ。ダメダメ、そういうこと言い出すとこれは私のゴミじゃないとか誰かがたくさんゴミ出したとか嘘を持ったんだから大きな少なくとも平等に責任を。これがこのシェアハウスの精神だね。月子さん、カオルさんにも言いたいことがあります。私の洗濯籠に自分の洗濯物を紛れ込ませるのやめてもらえません？バサッと顔から移して洗濯して干してみると身に覚えのないブラジャーや T シャツが入ってるんですよね。仕方ないから干しておくと乾いところいつの間にか消えてるんです。あれってカオルさんの仕業ですよね。でもうちを気を使ってパンツとかものすごく汗かいた T シャツとかは外してるの。ひどい。月子、カップボードの引き出しを開けて何やら紙切れを取り出す。ここにシェアハウスにおける私たちの取り決めって3人でサインしたものがあります。1つ、カップ室は常に清潔に保っていくこと。1つ、共同スペースは週3回の工事を常とし各自1週間に1度は負担すること。ただし諸費用により相互納得の上で日にちの交換は良しとする。1つ、使った食器類とは各自が片付けること。片付けるとは洗って拭いて食器棚およびあるべき場所に収納するまでを指すものである。1つ、ゴミ出しは各自カレンダーの印を確認してローテーションを守ること。1つ、共同で使用するもの、また消費するものに関しては、あらかじめ決めたシェアの棚等に入れておくものとする。それ以外は個人の所有物として、個人がこれを管理するものとする。一つ、家をシェアするということは、単にスペースをシェアすることにとどまらず、お互いの時間や生活そのものをシェアすることにもなる。プライバシーを尊重しつつ、お互いを思いやり助け合う。他人同士の集まりではあるが、私たちは新しい家族として、ここにスタートする。平成27年5月20日。そうよ、そうよ。うん、初心を忘れちゃダメだよね。3年前、3人でここで暮らそうって決めたのは、寂しい独身女2人と、かわいそうな未亡人1人が、それぞれ傷を抱えて、とっても一人じゃ寂しすぎるからって支え合って暮らそうって決めたのよね。私独身だけど寂しい独身女ってジャンルに入れてほしくないわ。私も寂しい独身女って言われたくないわ。ここでの暮らしを決めたのは風子さんがふるさとの東松山に帰って再出発したいって言って、私も風子さんも一緒に部屋探しを手伝っている時にこの家見つけたんじゃない。庭のあのビアの木も素敵でリビングの広いこんな家、まあ、いくら東京より家賃が安いからといってとても一人じゃ借りられないからっていうのが一番の理由よ。それに私も月子さんも広々と開放感のあるこの土地にほっとして時柄の土手を歩きながらここで3人で暮らそうかって話し合ったじゃない。そうですよね。都心へのアクセスも悪くないし3人で暮らすのもいいかなって。それじゃあ傷を負ってかわいそうなのは私だけってことね。そんなにかわいそうな未亡人だっけ。そうですね。とても哀れな未亡人には見えないわ。生まれ変わったみたいに元気な未亡人に見えますけど、こんな立つ直りの早い未亡人って初めて見たわよね。まあご主人の平太さんにがんが見つかってから半年足らずであっという間に亡くなって、まあ、おしどり夫婦だったから大丈夫かしら立ち直れるかしらって月子さんともずいぶん心配したのよ。でも朝に何分かからなかったわよね。とにかく平太さんは何ともかもみんなショックなんでしょ。ほんと早かったわよ。平太さんが学生の頃から集めていたっていうロックやポップスの LP レコードも業者呼んで買い取ってもらって服や靴もみんな処分したんでしょ。住んでいたマンションを手放すって聞いた時はとにかく忘れて再出発したいんだろうなとは思ったけど早いっていう感想だったね。まあ男の夫の身の回りのものって持ってても仕方ないと思うけど未亡人の中には思い出の品は何一つ手放せないって人もいるけどね。でもそれでいいと思うわ。生きているものは先へ進まなくちゃ。風子さんの強さ
ナイロンのギター、生前下手な横好きなんですなんて言って若い頃やってたギターを50近くやってまた習い始めてたじゃない。そのギターまですぐに処分したのには驚きだったわ。まあでも立ち直りが早いってことはいいことよね。前向きよね。十分じゃない。一人になったからって何なの。
一人ぼっちになって寂しいやなんて何言わってるのよ。私なんかずっと一人なんやから、私が手つけこされて毎日一緒にご飯食べてくれる人なんていねえんだった。そんな幸せなこと一度だってなかったんやから、あんたに分かるわけないわ。寂しい独身女じゃないなんて嘘よ。寂しくてたまらん独身女や。カオルさん、興奮すると大阪弁きつくなるんです。アホかいな、これは大阪弁やない、京都弁や。一緒に来てといて。すいません。最初からずっと一人だったら耐えられても、急にそうなったら耐えられないことだってあるんだから。そうですよね、人の寂しさも人の幸せも自分のものにはならないですもんね。いつからそんな名前がついたんですか？ほら、いつだったかフルコさんが
ここを美和の家と呼ぼうって言ってなかったわけ？聞いてません。美和の家ってなんかそのまんまですね。まあね。それより何なのよ、言いかけたこと。月子、おもむろに大きな仕事カバンから額縁入りの絵を取り出して高く掲げて顔で見せる。壁の絵とほぼ同じ。丸の数が一つ多いだけ。同じ。ほぼほぼ。あの絵ってパリで2000ユーロも払って買ってきたって言ってましたよね。そうよ。本人は未少年の絵描きの卵から買ったって自分は絵の目利きがあるみたいに自慢したわよ。これどうしたの？上野公園で売ってました。昨日上野で打ち合わせがあって時間があったんでブラブラ歩いてると見つけてしまって。美少年じゃなくてボロボロのおじいさんが2000ユーロじゃなくて2000円で売ってました。つい無視できなくて買ってきました。上野でね、信じられない。いや、信じられる。やっぱり風子さんらしいよね。あの人そういうとこあるのよ。あの子高級ワインだって、まあ、本当にフランスから買ってきたかどうか怪しいわね。マルヒロの地下にいくらでも売ってるもの。それそうなんですか。もしかしてパリ旅行っていうのも嘘？風子さんが行ったって言ってるんだから行ったのよ。そうですよね。風子さんはパリ旅行に行って私たちはパリ土産のワインで酔っ払ったんですよね。これはなかったことに。それはなかったことにしましょう。風子さんはこんな船橋のたもとで美少年からあの絵を買ってきたのよね。騙されちゃってばかり。あら、こんな時間。じゃあ私出かけますね。行ってらっしゃい。帰りは遅くなるんですか？どうかしら。もしかして外泊するかも。あら、そうなんですか。冗談よ。香り、ウキウキと出かける。冗談って何が？時々意味不明なのよ。月子のパソコンを打つ音が続いている。ゆうこ、玄関の方から登場。ただいま。あ、おかえりなさい。月子さん、いつもお仕事ご苦労様。あ、ごめんなさい、テーブル占領しちゃってる。今片付けて部屋で仕事するから。気にしないで続けて。私、月子さんがそこで仕事してるの見るの好きよ。ありがとう。なんかここの方が資料とか広げられるからついつい。ふうこ、鼻歌を歌いながら階段を登って2階に消える。追いかける、追いかける。月子、仕事を続けている。しばらくすると、部屋着に着替えたふうこ、紙袋を下げて登場。部屋着は少女主義的で、月子、ちょっと驚く。やっぱり漬物は
京都ね。先月はほら静岡から桜えび送られてきてたじゃない。食材の取材っていいことずつめね。しゃべりながら結構千枚漬けをテーブルに運ぶ月子、パソコンの前でオーバーな動作。はい、そうし、うわお、締め切りギリギリ、今日の仕事おしまい。お疲れ様。月子、パソコンや資料を片付けてテーブルを整えた。ビール飲みたいな。私も今それ言おうと思ってたんです。日本酒もあるのよ。面会しましょうか。しよう、しよう。あなたの口づけに甘いクリームがある。ビールや日本酒をテーブルに並べてグラスにビールを注ぐ。一生瓶を抱えて戻ってくる。いい
が起こるの？私なんてもう何十年も彼氏ない状態で、50半ばも過ぎて骨に真っ只中ですよ。女かかりの美しい肉体を使ってやることもないまま今に使ってますよ。最後の恋愛っていくつの時だったの？ああ、もう思い出せないくらい昔だわ。確か恋愛らしく経験があったのは20代の終わり頃かな。本当それ本当ですよ。世の中にはね、びっくりするくらい何も起こらないで、昨日と今日が何にも変わらないまま同時になる人だっているんですよ。ふうこさんみたいに恋を聞くには想像もつかないでしょうけど。確かに私は恋を追う女かも。中学の頃から友達に恋の話を聞かされたり、結婚式に参列するために次はきっと私の番だろうって根拠のない自信で電車の順番待つみたいに待っていたんですけど、目の前に電車が回ってもドアが開かなかったり、横の誰かスーッと乗り込んで鼻の先でドアがピシャリ、そんな感じで気がついたのね。まあ確かに哀れね。哀れんでほしくないです。悲しいですよ。でもそんなに何もなくてよく文章書いたりできるもんね。私恋愛小説書いてるわけじゃないですから、日本中の食材の産地に行って取材して野菜や魚のこと書くだけですもの。ホタルイカや桜エビの生態と恋愛経験なんて関係ないでしょ。でもイカやエビでさえ子孫を残すために命がけで相手探すんですよね。私一体今まで何やってきたんだろう。もう何をする気も遅すぎてさ。どうしちゃったの？あなた泣き情報だったの？違うんです。この頃なぜか涙が出てしまって、時々患者の抑えが効かなくなるんです。この前も江ノ島にシラスの取材に行ったついでに水族館に行って大好きなクラゲ見てたんですけど。そう、クラゲが好きだったの。説明文読んでたらクラゲって知ると体は水に溶けて泡に消えてしまうって書いてあったんです。そしたらクラゲって人魚姫じゃないかって思って。なんでクラゲが人魚姫になるの？人魚姫も王子様に裏切られて泡になって消えるじゃないですか。跡形もなく消える人魚姫やクラゲのことを思うとなんだか切なくて、クラゲ見ながら水族館で泣けてしまって。泡なんて消えるなんて素敵じゃない。私も最後はそんな風に消えたいわ。でも中年女が薄暗い水族館でクラゲ見ながら泣いてる姿はいささか不気味ね。今の言い方カルサナゴに移ったみたいでした。あ、そうだった。でも比べ見て涙を流すのって5歳の子供だったら可愛いかもしれないけどね。いいんです。きっと更年期障害の一つだと思います。エストロゲンという女性ホルモンが減ってきている証拠なんです。病気じゃないし更年期障害死ぬわけでもないですから。いいえ、更年期障害って馬鹿にできないのよ。死に至ることもあるんだから。え、そうなんですか。私も聞いた話なんだけど、ある人がね、更年期の時部屋で好きなジャニス・ジョプリンを聞きながら掃除機かけてて、ふと窓の外の青い空や真っ白な雲が目に入って、それ見てると理由もなく、ああもういいや死のうって掃除機のスイッチ切るのも忘れて10階のマンションの窓から飛び降りたくなって
フラフラってベランダに向かったんですって。まさか飛び降りたんですか？そこにちょうど旦那さんが帰ってきて我に帰ったらしいわ。なんだかリアルですね。それってもしかして風子さんの経験？まさか。私は何があっても自分から心配しないわ。授業が来るまでとことん生きてやるわよ。未来にはどんな素敵なことが待ってるかもしれないのよ。もったいないわよ。でも未来にはものすごくこうな出来事が待ってるかもしれないですよね。ああ、そういう人いるのよね。悪いことばっかり想像してまだ何にも起こってないのに暗くなるタイプの人。たとえ不幸な出来事が待っていたとしても見届けなくちゃ。それにね、私はいいことしか想像しないの、というかできないの。風子さんほど楽観的にはどう、どちらにしても誰かに出会うなら20年、いえせめて10年でも若い時に出会いたかったわ。若い時は若い時でいいけど今は今よ。いつだって今が一番なんだから。ゆこさんって異常なほど前向きですよね。ほんとすごい。異常かしら？え、多分。ただいま。あら、カールさん帰ってきたみたい。お泊まりじゃなかったみたいですね。あら、お二人お揃いで。お帰りなさい。なんだ、遅くなるかと思ってた。食事は？よかったら京都の千枚漬けと煮干しはいかな。いいわね。夕食は一応済ませたけど、お仲間に入れていただこうかしら。そう来なくちゃ。どうぞ。今あなたの噂してたのよ。あら、何よ私の噂って。カオル、テーブルにつく。つけ子がカオルのグラスを用意し、フーコがカオルのグラスに日本酒を注ぐ。それで会いになった日の帰りにお茶したりしてるうちに
絵画鑑賞という趣味も同じことが分かって時々美術館に、あなたに絵画鑑賞の趣味があったなんて初めて聞いたわ。あら、そうだったかしら。で、今回ラファエロ展に行きましょうかってことになって。ところで、外泊の件はどうなったんですか。やだ、月子さん、ジョークよ。ジョークに決まってるじゃない。はいはい、期待してたりして。それあなたでしょ。そうか、カルチャーが狙いか。私もなんか始めてみようかしら。カルチャー教室のメニューは豊富よ。さて、私、着替えてくるわね。カオル、2階に消える。ゆうこさん、その万葉集で知り合った方ってどんな方なんですか。万葉集なんて渋いですよね。でも本人は全然渋い感じじゃないのよ。どちらかといえばモダンなおじさまかな。帽子なんかも後ろのハットをちょこっと軽く乗せちゃって、すらりと背も高いから姿はいいわね。帽子を取るとこの辺りが涼しげではあるけど、それもまたチャーミングと言えなくもないかしら。素敵ね。お年は67歳。ふうこさんより5つ年上か。いい感じじゃないですか。いいね。私60歳ってことになってるから7つ違いってことになるかしら。でもそれでももっとお若いと思ってましたなんて言われたのよ。会った時は必ずどこか褒めてくださるの。今日のお帽子は素敵ですねとか、今日のスカーフはその色がとてもお似合いですねなんてね。それにね、彼は万葉集の知識がすごいの。お話ししてるだけでとっても勉強になるわ。ユーモアのセンスもあって、なんていうのかしら、情熱的な眼差しで相手をまっすぐ見て人の心をぐっと掴んで離さないような会話ができる人ね。あなただけです。こんなに大人の会話が楽しめる女性はなんて言ってもらったりして。言い換えれば口がうまいと思う。どこか男の色気を感じるの。やっぱり女も男もいくつになっても色気ってものが必要よね。50代には50代の、60代には60代の色気ってありだと思うわ。そうね、ゆうこさんはいくつになっても十分色っぽいと思いますよ。その方のお名前聞いてもいいかしら。いいわよ。銀次郎さんっていうの。銀ちゃんって呼んでるけど、とまあもうそんな人、そのうちあなたにも紹介するわ。さて、私はお風呂いただくわ。色気に磨きをかけなくっちゃ。ふうこ、洗面所の方向に消える。入れ替わりに香るパジャマを手に2階から登場。あら、ふうこさんは。お風呂をふうこさんが使ってますよ。じゃ、待ってよ。お茶でも入れましょうか。あ、私やるわ。月子と香るテーブルを片付ける。香る、お茶を入れて、二人でソファーにかけて、静かにお茶を飲む。香るさんも、ゆうこさんも、そんな素敵な出会いがあったなんて、どうして私ってそういうの無縁なのかな。ねえ、私って、色気ないかしら。そんな、リアクションします。月子さんの色気ね、あるとかないとかそういう範疇じゃなくて、色気を超えた、まあ長く生きてきた人間的魅力って言えばいいかな。それって色気なしってことですよね。そうね、まあ一般的には色っぽい女の対極に存在してると言えるかもね。ただどこに色気を感じるから人それぞれだしね。びっくりするような変態思考の人もいるから。私変態ですか。ところで、カオルさん、そのミステリーを読む会で知り合った方ってどんな方？ミステリー好きな人って暗そうな気もするけど。そんなことないわ。謎を捜査で解くというより謎を推理で究明するというのが彼の好みなんだけど、その点私たち意見が合うのよね。あなただけです。こんなにミステリーの好みがぴったり合う人、この年になって出会えてラッキーだったな。
あなただけです。同じです。たった今聞いたように。英国の探偵小説に出てくるロマンスグレーですか？ロマンスグレーっていうより、この辺りは涼しげではあるけど、それもまた、ちゃんよ。まあ、どちらかといえば、モダンなおじさまかな。帽子なんかも中折れハットをちょこっと軽く乗せて、お腹なんかも全く出てなくて、さーっと背も高いの。初めて会った時、かっこいいって思ったもの。ビジュアル的にもついさっき想像した人物のように似てるような、中折れハットと違うハットの違いだけのような気がするけど、そんなバカなはずはない。私の想像力が貧困なだけだわ。年は67歳、事情だからもしかしたら 4,5 歳差が出てるかもしれないけど、まあそこはそれ人間の差だとしておおらかに受け止めなくちゃね。年も同じだ。カウスさんも年サバ読んでるんですか？そんなことしないわよ、フーコさんじゃないんだから。でももっとずっと若いと思ってました、なんて言われたのよ。それにね、会った時は必ずどこか褒めてくれるの。今日のお越しは素敵ですねとか、今日のセンターとかとっても綺麗ですねなんてね。それにね、彼はミステリーの知識がすごいの。ハードボイルからファミリーファッジミステリーまで、そりゃ幅広い知識よ。ミステリーって、まあ、相当博識がないと読み切れないものなのよ。話してるだけでとっても勉強になるのよ。ユーマのセンスもあって、なんて言ったらいいかな。情熱的な眼差しで相手をまっすぐ見て、人の心をグッと掴んで話さない。そんな会話ができる人ね、まあ、ユーマのない人ってつまらないじゃない。カオルの話を聞いていた月子、腰を抜かしたような状態でソファーからずり落ちる。もちろん、ユーモアのない人生なんてつまらないですよね。まさか、これってユーモア？喜劇？それとも、悲劇？何意味不明なこと言ってるのよ。関係の人でこういう趣味の人いないの？思い当たらないな。
それかあなたのお友達で近々お誕生日の人とかいたらリボンでもつけてプレゼントにすれば。でも捨てたくても捨てられないものをプレゼントするのは不誠実ですよね。リボンつければ OK ってものでもないし。どうしましょう、どうしましょうって言われてもね。そうだ、この絵白い顔してあると差し替えておこうか。ウーコさんのことだから多分 99% 気がつかないと思うわ。まさかそんなことできませんよ。それに残りの 1% は気がつくってことでしょ。そんなことしたらウーコさん傷ついちゃいますよ。残りの 1% は気がつくんじゃなくて、まあ、自分の記憶違いだって思うのよ、あの人なら。カオル、楽しそうに絵を取り替え始める。いやいや、カオルさんダメですよ。本当に冗談で笑えないですって。まさかこんな絵があったなんて。あら、あなたが買ってきたもの。そんなに気を使うのなら最初から無視すればよかったでしょ。だからそれは最初見つけた時びっくりして確かめる必要があると思ってつい買っちゃったんです。あなたって変に真面目すぎるのよね。カオル、付け替えた絵を満足そうに見ている。ほら、月子さんだって言われなければ気がつかないでしょ。いや、やっぱり丸の数が違いますもん。ルコさん気がつくと思いますよ。だってとっても気に入って買ったんでしょ。それはどうかしら。大丈夫よ、心配性ね。私絶対自信ある。ルコさんは気がつかない。この絵は私が預かっておくわね。カオル、外した絵を持って2階に上がっていく。カオルさん、やめてください。
邪魔なんです。そうなんです。あ、いえ、そうじゃないんです。一体どっちなの、いてもいいの、いない方がいいの。ない方がいいに決まってます。そうじゃないんです、邪魔でなんて、そんなことないんですけど。あ、ごめんなさい。あ、仕事の内容によっては会議に漏れるといけない機密事項もありますから、担当者が気を使うと思いまして。ああ、そういうこと。そんなこと遠慮しないで言えばいいのよ。お客様が来られたら私がお茶を出ししてあげる。するとスーッと消えてあげるわよ。いいえ、お茶出しなんて、そんなこと薫さんに私の仕事のお手伝いさせるなんてできませんよ。そんな遠慮しないで、暇なんだから使ってちょうだい。あら、もう来られたみたいね。そんなに興奮しなくても。なんか特別な人なの。カオルさん、お願いです。とりあえず部屋に行って戻っていてもらえますかね。お願いします。お茶の準備は大丈夫なんで。結構カオルを2階に置いたてはカオルしぶしぶ2階に上がっていく。月子、壁の絵も気になるが、玄関から風子の声が聞こえてきて諦める。りんちゃん、どうぞ。ここが私たち3人のシェアハウス、美和の家よ。お邪魔しますよ。ああ、ここをお友達3人でシェアされてるわけですね。なかなか雰囲気のあるいい家じゃないですか。なるほど、あの琵琶湖から取って琵琶の家ですね。さすがに冬子さんのセンスが光ってますね。素敵なネーミングですよ。凛ちゃん、2階を気にして2階への階段前から動かない。こちらがお友達の月子さん。代官のお仕事をしてるんです。日本中駆け回って食材を取材して雑誌に掲載されてるのよ。ライターのお仕事とは実に興味深いお仕事ですね。はじめまして、徳永銀次郎と申します。突然お邪魔してご迷惑じゃなかったですかな。そりゃもう迷惑ですよ。困りますよ。私がぜひってお誘いしたのを二人に紹介したいと思って。迷惑だったかしら。いえ、迷惑だなんてとんでもない。よくいらっしゃいました。お噂は風子さんから家他からもお待ちしてました。どうぞごゆるりとなさってください。月子さん、銀ちゃんに会って上がってるみたい。銀次郎、土産のワインを月子に差し出す。これお口に合うかどうか皆さんお酒がお好きとお聞きしたものですから。銀ちゃんが選んだワインよ。銀ちゃん、ワインの知識もそれはすごいのよ。とんでもない、風子さんのセンスの良さにはかないませんよ。ご丁寧にありがとうございます。銀次郎、壁にかかった絵をしげしげと眺める。ああ、これですね、風子さんがパリで見つけた若き画家の傑作というのは。なるほど、深い。この空間の微妙なバランス、単純な構造の中に宇宙にも似た有機を感じさせてくれますね。ミロの再来のようだ。さすが風子さんの見る目は並のものではないですね。風子、壁の絵を少し不思議そうに何度か首をかしげて眺めていたが納得した様子。よかった、やっと芸術が理解できる方にこの絵を見てもらって。ところで香織さんはお部屋、もう一人の同居人、学生の時からのあっという名の。ほう、香織さんとおっしゃるんですか。いや、ありふれた名前でしょ。そうかもしれませんね。確かによく聞くお名前のような。香織さんは風邪気味とかで部屋でお休みです。起こさない方がいいと思います。なんだかとっても辛そうでした。もう風邪なんてめったにひかない人が珍しいわね。今朝は元気そうだったけど。そうなんです、急に寒気がする。さっき。そうなの。ちょっとお見舞いがてら様子見てくるわ。月子さん、銀ちゃんのお相手お願いね。やめてください。銀次郎、風子、月子の拒絶反応に驚いた様子で固まる。ごめんなさい、そうじゃないです。今香織さんお薬飲んで眠ったば
会に。銀次郎、窓から庭を眺める。立派な庭ですね。あの琵琶の木陰に風子さんが佇んでいると、鏑木清方の描く美人画のようでしょうね。いいちゃんたら。鏑木清方って誰？2階のそれぞれのお部屋の窓からも庭が見えていて、琵琶の梢がすぐそこなの。私が育ててるボタンも見てほしいわ。そろそろ終わりなんだけど。そうだ、今日は暖かいし、庭の木陰で3人でお茶しない？あれ、どうかしら。あ、それより風子さん、銀次郎さん、風子さんのお部屋にご案内したらどうかしら。風子さんの部屋素敵なんですよ。ゴージャスなロココ調で。おお、それはぜひ。ご迷惑でなければ、風子さんの趣味は格調高い美しさがあり、日頃からその趣味の良さに感服しておりますよ。そんな。本当そうですよね。風子さん、かぶさを起こさないようにそーっと階段を上がってくださいね。本当に辛そうだったから。かぶさん、そんなにひどいの？そうなんですよ。ですから、くれぐれもそっとお願いします。後でお茶お持ちしますから、格調高い部屋でごゆっくりどうぞ。月子、二人が静かに部屋に入ったのを下から確かめてからソファーに倒れ込む。どうしよう、どうすればいいんだろう。こんな時放っておいて逃げようかしら。来たるべき修羅を想像すると、とても私の手には負えない今。来なくてもいつかは来る修羅場。でも今日は避けなくては。先送りすればうまくいくかもしれない。どちらかが、いや二人ともお別れしましたなんて、ラッキーなことが起こらないとも限らない。月子、思いを巡らしているところに薫がリビングに降りてくる。取り替え台を持っている月子、ほとんどパニック状態。お客様もお帰りになったの？話し声が聞こえたけど、静かにあったから。ずいぶん簡単な打ち合わせだったのね。この絵、あなたが心配してるから元に戻って戻しておくわね。あ、今はダメですよ。いや、もう遅いです。このことは忘れましょう。月子、薫から絵を奪い取るとソファーの下に隠し入れる。父さん、そんなに真剣になるほどのことじゃないと思うわよ。ちょっとしたジョークなんだから。ジョークなんてするどころじゃないんです。カブさん、お願いがあるんですけど、ねえ、お願い、お使いに来てください。お使い？何なの？顔色悪いわね。あ、なんだか、ゾクゾクするんです。寒気がして、頭もガンガンして、息苦しく。熱はなさそうね。なんだかすごく具合悪いんです。こんな経験初めて。大変、救急車呼ぼうか。あ、いえ、それにはお前が及ばない。こんなことに税金を使うわけにはいきません。でもお願いです。薬局に行って鎮痛剤を買ってきてほしいです。鎮痛剤だったら私持ってるから今取ってくるわ。あ、カオルさん。スギ子、2階に上がろうとするカオルの体にしがみついて止める。カオルさん、私の鎮痛剤は特別なんです。月子、電話横のメモ用紙に何か書きつけたものを手渡す。もう必死の形相。ここに書いてあるものをドラッグストアに行って買ってきてください。お願いします。なんか聞いたことない名前ね。分かった、行ってくるわ。なんだかいつもの月子さんらしくないわね。大丈夫？さっき風子さん帰ってきたようだけど、呼んでこようか。ダメです。いえ、まだ帰ってきてないです。そう。部屋のドアの音聞こえてるような気がしたけど、じゃあ、行ってくるわね。本当に一人にして大丈夫？大丈夫です。早く行ってください。お願いです。慌てて、出かける。この間に、あの口先銀次郎にお帰りいただかなくては。月子、
子、2階に向かおうとすると2階から楽しげな笑い声とともに2人が降りてくる。銀ちゃんからおかしいわ。銀ちゃんといると笑ってばっかり。冬子さんこそユーモアのセンスも抜群だな。人を楽しくさせる天才ですよ。ほんと口先親父。あら、もうお帰りですか。お茶も出さないですみません。まあ、月子さんったら今おいでになったばかりじゃない。よかったらお夕食でもご一緒に。私、いただいたワインやお料理考えるわね、月子さん。でも、ほら、今日はカオルさんが寝込んでるから。ああ、そうだったわね。それはまたの機会にしましょう。じゃあ、お庭でお茶で。銀次郎再び窓から庭を眺める。おお、確かにボタンも見事ですね。あれ、私が丹精込めて咲かせたんですよ。高貴な佇まいの中にも艶やかな美しさ、優子さんにぴったりの花ですね。本当にあなたにはボタンの花がよく似合う。いいじゃんたら。忘れ物しちゃった。月子さんが咲かせるものだから、お財布も出すに出ちゃったわ。やっぱりこれも年のせいかしら。紹介するわ、こちら万葉集の君。金ちゃん、カオさん、どうしてここに。まさか。
かり信じてたもの。そこに月子、お茶とお菓子の盆を持って現れる。銀次郎さん、まさかここで倒れてそのままってことになるなんて、おかげで私何の関係もないのに、お葬式まで参列してような感じだったわ。娘さん感謝してたわよ。まあ残念なことにはなったけど、あなたの迅速適切な対応にね。やっぱり月子さんね、社会的訓練が違うわ。私たちはオロオロしてただけだもんね。私たちに何かあった時もよろしくね。約束できません。私が一番先に行くかもしれません。そうね、誰が一番でもおかしくないものね。銀次郎さんって持ってたんですね。お葬儀に女性がたくさんいらしてたもんね。ほら、中にも一目もはばからずさめざめと泣いてた人いましたよね。まあ、大した人ですね。あの日、銀ちゃんがうちに来たあの日、月子さんのあの慌てるをおかしかったわね。笑い事じゃないですよ。あまりの結果どうしようかと思ったら、でも二人とも気が合うんですね。昔も今も同じ人を好きになるなんて。まったくね、つまらないところで気が合うのよね。今だから言うけど、啓太さんがあなたと結婚する前、私啓太さんとお付き合いしてたことがあるのよ。え、ふうこさんの旦那さんのですか。嘘に決まってるわよ。もうカールさん、嘘でしょ。嘘よ。もうカールさんやめてくださいよ、そんな笑えない冗談。本当にこの人って意地悪なんだから、人をドキッとさせて面白がってるのよ。でも今ちょっとドキッとしたでしょ。その手には乗らないわ。陛下はね、仕事一筋でちっとも優しくなかったけど、そういうことは隠せないわけなのよ。でも陛下さん亡くなってますから、本人に確かめようもないですし、もし何かあったとしても恨み事も言えないですね。あなたまでやめてちょうだい。もう、どうだっていいわよ、過去なんて。私は未来しか見ないタイプなの。私たちに未来あるのかしら。いやーねー、そのネガティブな発想あるに決まってるわよ。いくつになっても未来はあるわよ。そりゃ昨日生まれたばっかりの赤ん坊と比べたら未来の時間は短いでしょうけど、赤ん坊を比較対象に持ってくるところはさすが強気ね。未来といえば、銀次郎さんあんなことにならなかったらどういう展開になってたんでしょうね。本当にどうなってたのかしら。ちょっと知りたい気もするけど。ああ、私は知りたくない。でも今日のお葬式の様子だと興味深いわ。私たちときっちり同年代のあの黒人方、やっぱり何かの会で銀ちゃんに声かけられたのかしら。私たちみたい。ゆうこさん、これからも万葉集は続けるんですか。あの、しない。もともと私、古文とか漢文とか苦手だったんだよね。なんか別のもの、ジャズボーカルなんか習おうかと思ってるの。私ってやっぱりそういうモダンなジャンルが似合ってるのよね。かおりさんは美術館巡りはどうするの。続けるわ。これがね、結構面白いのよ。銀ちゃんのおかげで目覚めちゃった。それにしても銀次郎さん、それなりにものすごく努力してたんでしょうね。あちこちのカルチャー教室に顔を出して女性を誘っていたわけでしょ。体力も知性も並大抵じゃ止まらないわ。そうね、大した情熱よね。うん、やっぱりあの口のうまさは天才的だったな。その時は口がうまいとかお世辞が上手だとか思わないんだから、才能あるわよね。あなたと本当に楽しくて時間を忘れてしまう。あなたはこんな僕みたいな何の取り柄もない男を、もしかしたら僕はいい男かもしれないと錯覚させてくれる。あなただけです、そんな人。なんて普通言えないよね。言えない、言えない。本当天才的ね。三人静かにお茶を飲む。
さん、さっきの話嘘よね。